はい。えっ、ー、と、ブラッシュアップコースの、えー、PBLL 参加者の皆さん、こんにちは。はい。えっ、ー、と、今日はこのビデオでは、えっ、ー、と、二つのことを話したいと思います。一つは、えー、先週の金曜日に決めたことです。ズームの時にですね。で、もう一つは、えー、12月25日のズームで、えー、決めなければいけないことです。はい、えー。まず、あの、先週決まったことですが、交流会のタイトルは、えー、言葉から心へ、from words to heart。 になりました。えー、うう皆さんで投票して決めたわけですね。はい。で、広報するときは、えー、この、これをタイトルとして使ってください。えー、それから時間です。交流会の日時ですが、えー、これも投票して、えー、1月30日の10時半から12時半の2時間になりました。これはインド時間です。インド時間でこの時間ですね。 で、それからみんなで、えっ、ー、と、参加者が何人ぐらいいるかを、えー、計算してみたんですが、今のところ210人です。ですから、あの、インド人の参加者が多すぎて困るということは、えー、なさそうですね、今のところね。はい。はい。えー、では、えっ、ー、と、12月25日のズームで決めることですけど、まずは公式ページを作るかどうかです。えー、この例として、あの、Google サイトと、 え、それから、Google ドキュメントをページとして公開するという二つの案を提案します。でも、その他でももちろんいいです。Google サイトの方はちょっとご紹介すると、これはそのいつものそのズームで花金の、え、あの、公式サイトですね。この、これは Google サイトを使うと、このようにですね、ここにホーム。で、ここが申し込み。で、え、ここがあの、部屋一覧とかですね。 いろんなページを、あの、複数のページを作る、えー、そういう、えー、ちょっと複雑な、えー、公式ページ、公式サイトを作るには、えー、この Google サイトを使うといいです。はい。で、一方で、えー、Google ドキュメントっていうのがあります。こちらはとても簡単ですが、えー、ページ、あの、複数のページを作ることはできません。1ページだけですね。ちょっとこれを例として、<laughs> ごめんなさい。<laughs> 例をちょっと見せます。うん。 はい。こういうふうにですね。これは、あの、えー、Google ドキュメントで作って、それを、あの、ウェブページとして公開した、そういうものです。こういうふうにイベント名とか日時とか場所を入れて、えー、一つのウェブページとして、えー、見せることができます。そして、複数の人で編集することができます。つまり、みんなで編集することができるわけですね。はい。はい。で、あの、 まずね、あの、日本人を呼ぶには、やっぱりこういう、えー、資料があった方がいいので、私は作った方がいいと思います。で、えー、作る場合には少なくともこういう情報ですね。主催者。で、主催者は私ではなくて皆さん、えー、私たち全員ですね。ですから、その名前を決めなければいけません。その主催者、いつやるか、場所をどこでやるか、それからトピックを今、あの、50個ね、えー まだ50個ありませんけど、そのトピックのリストも、えー、書いた方がいいです。それからどうやって申し込むか、それも書いた方がいいですね。で、で、あの、それに関係していますが、申し込みフォームにどんなことを、えー、質問するか、どんな質問を申し込みフォームに、えー、書くか、それも決めなければいけません。えー、まずですね、その主催者の名前を え、25日に決めなければいけません。で、よくある例としては、え、言葉から心へっていう、こう、イベント名を作って、その、え、実行委員会っていう名前ですね。それでもいいですし、もっと他にいい名前があったら、それでもいいです。提案してみんなで投票しましょう。え、それから申し込みフォームの内容ですけど、これ、あの、連絡するのにメールアドレスは必ず必要ですね。で、その他にどんな質問が必要か。 これも花金の例をちょっとご紹介したいと思います。これ申し込みのページにありますけど、えっ、ー、と、こういうふうにですね、うん、メールアドレス、名前、それから職、所属っていうのは学校とか職場の名前、どこの国か、えー、それから、えー、まあこんなふうにいろいろ書いてありますので、これもぜひ皆さんも見て、えー、参考にしてください。はい。えー、それからいつものことですが、えっ、ー、とですね、個人面談もやりますので、必ず、 申し込みをお願いします。はい。じゃあもう時間ですね。皆さんまたズームで会いましょう。